レーヌスはセーターありがとう。セーターじゃないね、ニットありがとう。すっぴんですよ。今日は早く寝て明日早く起きる明日金曜日だね、頑張ろう。てってるてってってるる。平日ラスト。母親に眉毛ぐらい描きやって書かれた。いや化粧道具がないんだよね。フードかぶろう。ええ、マスさんだるまありがとう。てれれれれれ、マジでかゆすぎる目が。ほぼすっぴんっていうか口しか塗ってない。え、眉毛あるんですよ、ほら。ただね、なんか見えにくくなるんですよね。髪の毛巻いてないよ。癖毛なんですよね。ケンマンさんかわいい、ありがとう。今日何もしてない、ほんまに寝起きで家出た。そう、多分こうやって持ってきてるけん巻いとるように見える。明日はメイクしよう。目がかゆい、もうほんとに嫌になっちゃう。でも描くともっと腫れそう。ねえやだ、ほんとに。やだやだ。え、まぶたって蚊に噛まれるんや。蚊に噛まれた。目薬さしてもらった。で、え、私ご飯食べてたんだけど、ずっとやば、めっちゃ腫れてきた。めっちゃ最悪なんやけど。
なんかさっきさパパのさ首のところにさ蚊がおるよって言ったんよ。したら自分が噛まれた。そうでっけね、フーってやったんよパパの首におったけ。したら自分え、いつの間になんかチクってしたんよ。それかね、でも蚊って夏じゃない。めっちゃ嫌なんやけど、よりによってまぶたかよ。やば、しっかり腫れた。最悪だよまあまあいいや。玉ねぎ食べたいな。龍玉ねぎ食べたいな。龍玉ねぎ違う。涙袋大きいよね。そうなんや。なんかいつの日か。なんか涙袋ができるようになったんですよね。メスしか噛まん。そうそう、なんかね卵を産むのにね血がいるからね、メスしか噛まないんですよ。新しい TikTok めっちゃ古いですよ。結構前には流行った。いつの日か。そう、なんかもともと別にない方ではなかったけど、なんかねいつの日か作らなくても涙袋が元からある人みたいになったんよ。だと多分パーカーの影でめっちゃ涙袋があるように見えてるのかも。ジェヌさん、だるまありがとう。確かに私蚊って血で生きてるんかと思ったけど、お酢は吸わないんだったら何で生きてるのかな。蚊の餌って何なんだろうね。幸せのパーカーよ、こっちか。だれれ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 れ。ちょちょちょ、蚊って草食なんや。ぐらい来て帰ってきた。いや、ピンクの可愛い服を着て帰ってきました。
明日の配信は朝になるかな。いや、え、どうしよう、朝やろうかな。でも起きれるかわからないんだよね。可愛くないだ、いや帰ってきたのだっていつだっけ、月曜日だから。あ、今日はこれで、過ごしてました、一日。植物の蜜や果物の糖分できてる。そうなんや、草食系男子ってことやね。表面張力のセンターしてるマハちゃんかっこよすぎる。ありがとう、嬉しい、ありがとう。配信しようかな。明日はさ、私が行ってたダンススクールのさ、私が行ってたところのレッスンの日だから、友達に会いに行きたいんだよね。家行くか分からんけど。今日はライデンも元気にしてた。多分元気だよ。ハッピーがずっとね外で泣いとるわ。ここでもね入れないんだよね、かわいそうに。ライデンくん、さっき会おうって言ってたよ。友達まだ通ってる、友達で通ってるよ。結構、そんなにないか。結構でもいた気がする。もうなんか同い年の子ってほとんど友達だから、みんな同い年の、私がそのダンススクール辞めた後に入ってきた子以外はもうほぼほぼ友達みたいなもんだから。結構いるけど人数はめちゃめちゃ減りました。マハちゃんの友達面白いですよ、なんか陽キャばっかり。陽キャばっかり。アイドル目指してないと思うよ。どうだろう、目指してんのかな。いや目指してないと思う。なんか同じ小学校の、なんかだから小学校の小学校で仲良かった子を勧誘したい、私がいっぱい、ちょっとダンスやろうよっていっぱいかき集めたんですよ。そうだから友達がいっぱいいる。その中の同じ小学校の二人はまだやってると思う。そう、同じ幼稚園だった子はもうやってないのかな。なんかすごい良きライバルみたいな子がいたんですけど、その子はまだやってた。ね、発表会も見に行きたいんですよね。
そうみんなで一緒に頑張ってた。なんか私が小学校6年生とか5年生とかの時はめっちゃ勢いがすごかったの、うちの学年。一緒に受けた子は一緒に受けたわけじゃないんですけど、そうなんか受けたらたまたまその子もいたんですよ。なんか幼稚園も小学校もダンススクールも一緒の子がねいたんですけど、その子はねもうやってないと思う。その子がね一番多分先に始めてるダンスも多分。そう、その子は確かもう海外留学に行くとか言ってた気がするけど、行ったのかなどうだろう。待って、なんかもうすごい物もらいみたいになっちゃった。ダンスしようって誘うの強くないですか。そうかね、私小学生の時は陽気だったよ、マジでベリー陽気だったよ、もうウェイウェイ系だった、マジで。ウェイウェイ系でした。しかもなんか自分の地元の私のなんか山口でなんかマイハって言ったらなんかハサミを振り回す女の子って言われてるみたいなんだけど、なんかそんなことしたことないんだけどそんなことしたことないのになぜかハサミを振り回すみたいな噂を勝手に流されてるみたいで、とっても迷惑。こら、え、ダメじゃん、待って、やばい、待って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 、ダメ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 、怒られちゃう、ごめん。ここ猫とか犬とか入ったら怒られるわ。いや、そんなことするわけないじゃないですか。だってハサミ振り回してたらもう確実に生徒指導ですよ。やめてよもうよしさ、ウッキーありがとう。ネモハムルーマーやで、ほんまに。ハサミのような切れ味めっちゃ痛いじゃんそれ。めっちゃ痛い系女子じゃんそんなことするわけないっすよ。それをあのなるちゃんから聞いたんですよ、地元の友達から。そんな噂回ってんのみたいなそんなことしたことないやがみたいな。やめてよ。まあ、なるちゃんは同じ中学校に行く予定だったので、多分小学校の同級生が誰か言ったんでしょうね、きっとやめてやめて。こんなにビビリなのに、でも陽キャだったマジで。陽キャだったのは陽キャだった。なんかクラスの中心にいるようなタイプの女だった。陽キャなんですよね、なんかみんなで楽しく学校生活を送ろうぜウェイウェイみたいな感じだった。山猫さん似合う、ありがとう。そう、まだエマはもう学校でも喋らないしね
喋らんよ、もう学校でも喋らんし、もう本当にね、学校の先生にあこんにちはっていうぐらいで、マジ誰も喋らん。ああとお願いしますとありがとうございましたぐらいしか言わない。な中学校の時も、あ中学校の1年生の時はちょっと陽キャだった。ちょっと陽キャ混じりだった。担任の先生がめっちゃ陽キャだったんですよね。めちゃめちゃ好きだったけど、でもちょっとうちのクラスはいろいろあって、2年生になるときにどっか行ったんですよね。どこ行ったんだろう、会いたいな。でも会ったら会ったで、あの人見知り発動しちゃうんだよね。あの私ね、なんかずっと仲良かった人とか一回離れてまた再会するとめっちゃ人見知り発動するんよ。どうやって接したらいいか分かんなくなっちゃう。ヤンキーいた、ヤンキーっていうかギャルみたいな子いた陽キャ成分、なんか、あまた猫が、やばいやばい、ごめん、ちょっとマジでマジで違う、ダメ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 だって、待って、はい、バイバーイ。来なくなったお宅久しぶりに来たら人見知り出る、出ない出ないです。ファンの人に対しては人見知りしないですね。びっくりした。あ、早いよ、ちょっと待って。ハッピーが覗いてた多分ダメって言ったけ、我慢しとったんじゃろうね。めっちゃ可愛い、今すぐ抱きしめたい。なんでお宅に人見知りしないかなんだろうね。だって握手会とか来てくれる人ってさ、私に興味があってじゃん。自分と話したいって思ってくれたりとか、なんか自分に興味があるって思って、興味がある人しか来ないじゃん。このショールームのコメントとかしてくれる人もなんか自分に興味がある人しか来ないからっていう多分なんか小学生の時のなんか先生とかに久しぶりに会うとどうしたらいいか分からなくなってる時があった中学生の時とか結構それでなんか戸惑ってたけど、最近は全然なんかもう大丈夫
最近は普通になったけど、なんかどうやって接したってたっけみたいな、どうやって接してたかもあんま覚えてないし、なんか今どうやって接したらいいかわからないみたいになっちゃってたけど、今は別にそんなことはないね。なんか手の甲が。サイレンが鳴っとるがな。なんで猫泣きやんの。あと絶対どう考えても恥ずかしいのは前歯じゃなくてみんな側だなって思うと、自分が人見知りなんてしとる場合じゃないと思うし、なんか森下前歯と ST の森下前歯は違うな、ちょっと。いや違わないけど別に違わんけど、なんか ST の森下前歯っていうスイッチが入るとあんまり人見知りはしない、なんか開き直る、逆に開き直ることができるんよ。いいけど森下前歯はなんか初めて会った時とかにこう開き直れんから結構なスイッチが入るんだろうね、きっと。でも確かにファンの人と話すときに緊張しないかも。確かにね。でも実際は結構人見知りだったりもした。でも逆になんかそのそこのその境界線がなくなりつつあるんですよね。なんかもう誰でもあまりあの人見知りしなくなって、なんか自分から話題を作るのは結構苦手なんですよね、どっちの分野も、人間界もアイドル界も。だからなんかこうグイグイ来てくれればなんか全部いい感じに質疑応答みたいなのできるんですけど、自分でからなんか発するのね結構苦手ですね、昔から。聞き上手いや話聞くのは好きやけどね、自分はあんまり話さないかも。いや話すのは好きなんやけどね、なんか家族と話す時とか結構よく喋るけど、なんか何人かおるメンバーの中で喋ったりはあんまりしない。トムトムさん、ウッキーありがとう聞く方が好き。
家族との会話は結構喋る方が多いっていうか好きなんですけど、なんかメンバーとはあんまり喋らないかもしれない。大人数で喋らないね、あんまり。なんかまあいっかーってなる。たぶたぶさん入ってありがとう。へへ。なんか自分が喋っても喋るのが上手くないからあんまり面白くないんですよね、多分。あまり面白くないし、多分まあだから話さなくてもいいかって、そんな大して伝えたいことない。で家族はねやっぱいいよ、家族だと喋るね、よく。なんか家族はさ別にさ、マヤが話した話がさ面白くなくても別にさ何とも思わないじゃないですか。でもやっぱメンバーだとなんか面白くなかったらはっってなるから。失敗プラスにはならんけどマイナスにもならんっていう、もう喋らないっていう戦法ですね。かっちゃんありがとう。ケイト、あと大抵家族は同じ環境で過ごしてるから、マイハが面白いって思ったこと大体みんなも面白いって思ってくれる。そうだからあえて別に喋らなくてもいいと思うね。なんか自分が得意な話題が来たら喋るけどね。よしさんかわいい、ありがとう。でも空気感じゃね、なんか喋るか喋らんかは、あの喋ったり喋らなかったりする。今じゃないなっていう空気の時は喋らないし、今喋っても大丈夫やなって思って喋るし。でもねなんかそういうのがねあんまり得意じゃないけんね、少人数の方が好きなんよね。あんまりなんかいっぱいの人と喋らない、なんかもともと 2,3 人で動く系統がある。なんか 5,6 人で結局行ってもさ、なんか喋るのは隣に座ってる人とかだったりするじゃない。楽しいんやけどね、少人数の方が得意。なんか5人いる中の5人に全てになんかこうあーってなるのってあんまりないから、でもなんか失敗はしたくないから。で喋らないか、もう隣とかの人に喋るかってなっちゃうんだよね結局。でもやっぱめっちゃ仲いい人やったら2人でも全然いいんだけど、ただなんかちょっと2人でなんか会話が止まったりとかして、あちょっとでも気まずいなって思う人だと3人でちょっとカモンって言うね。だからなんかミチと私2人であんまり遊べないんですよね、恥ずかしいから。仲いい、仲悪いわけじゃないんだけど、なんかまだちょっとミチは恥ずかしさがあるので、となんかオタクになるんですかね、何なんですかね、なんかちょっと恥ずかしさがあるので
あの誰か一人こう入れたい。あさ、アリちゃんとかアオイちゃんとかクーカちゃんとかミュウミュウとかなんか全然二人でももう全然どこでも行けるけど、なんかちょっと意外とね、いや行けば多分行けるんですよ。昔もなんかそうカラオケ配信とかしてそのままなんか街歩いて2人でやったから大丈夫なはずなんですけど、なんかお腹が鳴ったわ。そうそんな感じで、ちょっと待ってて。